こんにちは。車のメーカーの社長ってのはやっぱり偉大ですよね。私はね、カルロス・ゴーンさんのこの言葉を送りたいと思います。目的地が分かっているなら妥協するべきではないと。えー、これなんかね、聞いたことがあるようなないような言葉だと思いますけども、私なりの解釈ですけども、あの目的地が分かっているっていうのは自分がね、幸せになりたい、金持ちになりたい、問題を解決したいっていうのが目的地じゃないですか。好きな女の子をゲットしたいとかね。 面白おかしく生きたいとかナイトライダーが欲しいとかセドリックを改造したいとかねいろいろ目的地はあるわけですよ、まあ、それを人は夢と呼んだりね目標と呼んだりするわけですよじゃそれがもうね分かっているわけですよそうなりたいっていうのがなのにこのぐらいでいいかっていうふうに妥協すると自分の夢の価値を落とすんですよねこれぐらいのものになっちゃうんですよ自分が目指すものっていうのは全身全霊を傾けて得難いものであるはずなんですよねだから困難であればあるほど 身振りするるほどに挑戦したくなななものじゃないかなと思うんですよまあ簡単につかめるのもまあ悪くはないんですけどもね、うん、でもやっぱりフェラーリが3,980円だったら乗ってても笑われますよ、ね、やっぱり誰もが手に届かないところにあるから一部の人しか行けないから月収100万っていうのが輝くし尊重されて自分しか見れない世界が見えるんじゃないかなと思いますまあ月収100万じゃなくてもいいんですよ99万でもなんで80万じゃダメなんですか 50万でもいいいでしょ。いやいや私はね月に10万余計に稼げるだけでもものすごいことだと思いますよ。それがほとんどの人できないんで月10万ごときがね。だから一日1万円稼げる人ってもうそれだけで自分の人生を自らの力で切り開いたとも言えられますし一日1万円稼げるんだったらもうね1億円なんてすぐですよ。いってらっしゃい。